る？流れるよ。おお、ここいいとこじゃん。ここだけ？うん、この下の方がいいとこだよ。お、飛行機が止まってる。見えるからね。あ、マジ？今日は無理かでも。うん。今日は曇ってるから無理かも。まだ来ない。まあ一本道だから大丈夫。出るかゆっくり。来た来た。おお、ここいいな。釣れましたよ。はい。はい。最初発車、切り替えてね、横を守ってくれない。いや、いいとこだな。あ、道は悪い。ね、そこの山のね、間から富士山見えるんで、本当は、こっちの。うん。今日は無理っぽいね。今日は見えないな。うん、に富士山見える。ここに、撮影スポットなんですね。そう。だけど今日は全然見えない。夏場は厳しそうですね。ここ意外と走ってないから。そう。で、なんか下に池があるんだよね。おお。池だ。行けた行け行けた行け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 何握りの神が住むという握り行け。バイク来たよ。うん、知らん道もいいな。ここの景色よ、ボス。この上見ると。ああ、砂利あるよ。今は砂利あるからね。砂利。おお、おお、すげえ、綺麗。この先ライン切れると思ったけんな。まあしょうがないな。ちょっと砂利っぽいよ。はい、行き止まり。あ、ライオンがいる。ライオン、虎がいる。虎。マジか。え、嘘でしょ。左にトラがいるから気をつけてよ。嘘でしょ。虎。本当だ。いたいた。すげえちっこ、ちっこかったけど。多分猫じゃないかな。人いるよ。はい。何をしてんねん。はい。みんなマンホールあるからね。こういう車行きたい。車。はい。おお。この車は何だった。
ないな。はい、テッドライ市内行くよ。はい、気をつけて。いいね、痛い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 、金玉道路だ、金玉道路じゃねえ、玉内道路、金玉道路、道は悪い、道悪い、はい、もう一台行けました。マジマジ、ハイエース行くよ。はい、ハイエース行くよ。マジか、これ玉内道路、玉内、金玉道路って言って、いや、さっきのとこすひどいな、あそこ。さっきのとこはひどいな。おお、すげえ。フリレード上げたから余計に来るよね。でもフェンダーついちゃうからしょうがない。もうこれ以上穴を開けたくないから。おお、すげえ景色。新品で穴開いた？穴は開いてないけど割れてる。ちょっと補修すれば大丈夫だと思うんだけど。あ、左に車止まってるからね。はい。はーい。変なとこね。前ね。止めてんだこれ。信号赤だよ。すげえとこだなこれ。もう降りてきちゃった。これで。いや、暑いな。やだな。気をつけて、気をつけて。あ、青だ、青だ。ちなみに今のところ左に曲がれないと思う。お、国道20号に出たよ。20号に出たね。あ、すげえ水ある。ちょうど大変。あ、ここか。あ、めっちゃ近いじゃん。自動車学校のとこじゃん。20号自動車学校のとこじゃん。このハルピンの近く。そうそうそう。カルビー行く？混んでるか。まだ大丈夫ない？だって10月だって今オープンしたばっかだからめっちゃ混んでる。通りかかるな、どうせ。いや、燃料さっき入れねえ。あ、燃料、燃料。でも燃料ってだってもうハルピンの先だからね。ハルピンのとこ通るじゃん。どの道？これ右だからね。うん。ちょっと右行ったところ、うん、アルビスばっかりいっぱいあるな。ハルピン空いてたら入っちゃえな。うん、まあ空いてないと思うけど。ああ、こんなことで10時から何やろうだろ、こいつ。おい、なんだ、ん、何やった。ありえないでしょ、今のタイミングで出てくるの。いや、長野は髪がかったブレーキングだから良かったけど、髪がかった突っ込んでて、ボスが突っ込んでたかもしれないよ。おいおい、これじゃ立ち向けしてる。このグレーのセダン、違う違う、テッドラ、ね、テッドラ左から曲がってきたさ。いや、長野は気をつけな、本当。金玉めっちゃ空いてる、めっちゃ空いてる、めっちゃ空いてる。あ、空いてる、よかったよ。ほら、こっちのバイク見てる。ああ、俺もそっちにしよう。あ、そっちでいいか。エクンの後ろでいいや。せっかく 前詰めたの、また砂利でこけるね。ああ、それが嫌だ。それを思い出した。はい、全然大丈夫、いける。うん、行った。全然来ないよ、今のうち。39度だよ。ほら、ターニーのなんかガチャガチャ、キャン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 、宇宙人みたいな。また宇宙行っちゃった。また宇宙行っちゃったらね。まあ大丈夫、そのうち。
りいいや。入れないから前に。これここ。どうやって帰る？道なり？道なり。高速乗んない、乗んないで道。こっちの道？高速乗るの？どっちでもお任せ。どっちでもいい。もうどんどん出たかったから。うん、どんどん来ちゃうからいいよ、行っちゃって。いいよ。いいよ、行くよ、これ行ったら。何が、どうもどうも。これ、どっち？左？左。これだよね、あの、ヴィーナスラインだよね。これも。そう、なんかスタート地点があるんだよね。じゃあ、まっすぐ行こう。一回行こうか。じゃあ、A で、別に。行くで。だって、割と元気だもん。いや、元気だよ。だって、明日休みだもん。ああ、だから今週なんだな。そうそうそう。来週だと早番だもんで、もう。そう、だって、その前日が22時前だから。残業してなきゃやんね。残業、残業してなきゃ、ね、残業という残業。で、まだまっすぐ、まっすぐ、まだずっと、うん、この道も混むような気がしたんだけど、途中まで行ける？まっすぐ？うわちょっとわかんない。どうなの？右行こう。右行こう。右行こう。行きましょう。いいよ。なんかいいじゃん。楽しい。楽しくなってきた。右曲がって戻った方がいい。なんか楽しくなってきた。やべえ、楽しくなってきた。いいよ、右行こう。いや、楽しいじゃん。あ、なんか。あ、なんか救急車みたいにいる？消防車。ほら。なんかね、光ってる。うん。事故だ。作業中って書いてあるね。あ、そう、ここのね、じゃあなんかこれヴィーナスラインってあるじゃん、書いてあるじゃん、ここがスタートなんだよね。ヴィ、うん、ーナスラインのスタート地点。ゴールはどこ？ゴールはわからん。あの美術館じゃないの？美術館じゃん。でもね、美術館の裏もヴィーナスラインだけどよくわかんないじゃん。おおおい、赤じゃんか、やっぱ赤。このあ、うわ、涼しい。あ、涼しい。どこ行くんだ、この道は。運行でパスよ、パス。うい。立科知能市街。これ20号って書いてあるじゃん。20号。え、曲がる？どうする？まっすぐまっすぐ。あ、曲がっちゃった、ごめん。曲がっちゃった。なんかカーブが楽しそうだとか。そんな楽しくなかったよ。もう20号だ。ここ20号だ。結局あれ、まっすぐ行ってても20号だったな。じゃあまっすぐ行ってればいいの？あ、でもまっすぐ行けば52号って書いてあるね。52号行く？まっすぐ行っちゃいいんじゃない？まっすぐでいいの？まっすぐ。適当。いや、めっちゃ楽しくない、なんか。これまっすぐ？本当に？まっすぐって書いてある。まっすぐって書いてある。本当に？いや、めちゃめちゃ楽しくなってきたけど大丈夫？本当かこれ？ガソリン満タンだから迷ったって。おお、どうしたどうした、どうした、さっきまですげえ弱気だったのに。まっすぐ行っちゃいいんじゃない？まっすぐ行っちゃうか。知らんけど、やっと持って。いや、知らん。おい、横の方で行け、高ラインじゃない。ああ、行っちゃいっちゃえ。違うと思ったら適当に曲がるから俺ら。そうよ。置いてくの、置いてくの。あ、変わるよ。あ、これ中央本線だ。茅野駅のそば。大丈夫だよ。大丈夫。
あ、これを右だな。どれ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 、違うか、この系じゃないか。そこだね。そこだね。いや、初めて通る道で楽しくない？行っちゃうぜ。本当かこれ？合ってるよ。みんな来てる？大丈夫？いやいや、来てる。ないかな。ペイン。ペイチチイ。なんかあれ見たことあるな。なんか見たことある。そうそう。多分こっち行けばビーナスラインだと思うんだよ。スラカバコって書いてあったもんね。うん、大丈夫な。よし。初めて通る。変わっちゃうか、これは。どちら？あ、大丈夫だ。スクランブル方式。あ、なんか遅いのに引っかかった。おお、いいとこじゃん。調整。ここ120キロぐらいで走ってくればいいカーブだね。危ねえわ。いいカーブじゃねえ。いや、この道も、あ、ああ、分かった分かった。これさ、エコラインこうやってぶつかるな、いつか。確か。ああ、なるほど。いや、八ヶ岳が綺麗。いや、これもいつもの道じゃん。そうだね、どっからか来るんだよね。そうだっけ。これなんかね、右側の、そうそう、これ男だ。変わった名前の交差点だっけ、確か。ひょっとこ。ひょっとこ。確かあったかな、セーブ。うん、気持ちいいぜ。交差点注意。左ね。チャーニー気をつけて、こう気をつけて。今度は左足についた方がいい。男だからね。男だから気をつけ。男気をつけて。左ついた方がいい。まあ練習練習。もう止まんなくていい。止まんなくてもいいって。それは斬新なの。本当に悪いこと言えない。
13時20分行けます？皆さん行きますよ。よいしょ、来ないです。すぐ信号待ちです。あ、気持ちいい。あ、そろそろ20号に合流かな。あ、そうだね。怖そうだね。このなんか市役所みたいな建物、そうだな、いつもの。ああ。じゃあ右行けばいいんじゃない、次の信号。そうそうそう。左に行けってね。左に行けって気をつけてね。左、来てる、来てる、右だら、来てる、左じゃない、左、全然来ないよ、全然来ません。右、体力と記録をすごい使うから鍛えこせる。まあそうだよね。それはやっぱもうダメージが、まあいい気分はしないだろうね。もう俺繊細だからさ。ダニー、この坂の下で止まってりゃいいよ。あーダメ、こんなとこダメ、こんなとこ絶対ダメ、止まれない、止まれない、俺もこんなに止まってるわ。坂の下で止まってりゃいいよ。あーこれ何、まっすぐ曲がる、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、だからまっすぐに行くと打つなんてこと。あー、オッケー。あ、甲府盆地は暑いな。ループ級の方行ってみたいよ、俺。行きたい？いいよ。行きたい。じゃあ、俺前行こうか。うん。みんな来てる？意見さんも知ってるからいいけど。来てるの？大丈夫？来てるけど、もう邪魔。車が。あんまかっ飛ばないでね。あ、普通。めっちゃ邪魔なんだけど。大丈夫？抜いちゃえ、抜いちゃえ。大丈夫、もう上がるからいいよ。ループ級の方行くよ。ね、まだもうちょい、ここだっけ、この広河原、ここローション、ローション、ローションローション早く来ないと。ああ、いいの、あ、譲ってくれた。ラーメン超えたよ。直線はね、まだ終わるところの先だから大丈夫。今曲がる、今曲がる、そう、ずっとまっすぐ。ハッピードリンクショップも超える。多分デリカが走ってる。ジープが乗れい。どいつ？前にまだいますね、結構。でね、信号があるからね、それを左で、ここ砂利あるから気をつけて。おお、信号があるまで待ってみて。そうそう、信号の交差点のとこ砂利あるからね、気をつけて。生きると行っちゃうよ。ラーメン今来たと。まだまだ、ずっとまっすぐ。信号あるから、信号左。まだ車来てないよね。来てないよ、これか信号。違った、これ提灯だ。提灯っていうか、なんか街灯。青と緑と黄。猿がいるんだよ、猿が。猿？なんか言ってたな、猿がいたっつってたね。お、
すげえ、すげえ道だな。来た？どこ？もう来た？来てるの？あ、来た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 、みんな来た？来て来るの？じゃあ行くよ。もうそんな買っとけないよ。道がわかんねえ。おお。ここはあれでしょ、夜景が綺麗なんでしょ。おお。すげえ。ゆっくり曲がっています。膝すりポイントはね、ずっと膝すり、うん、これ中に公園があるんだよね。おお、すげえ、楽しい。すごい長いね。早いの。ギリギリ天気大丈夫だな、これ。うわ、怪しいな。怪しいな。あっちを見ちゃうと怪しい。おっさんがめっちゃ振り向いたで。今ポツってきたな、雨。一瞬だけ、一瞬だけ。あ、来てるわ、来てる。風で流されてきたのかな。行っちゃって、行っちゃうか。寄る？行っちゃってやって。どっかで寄りゃいいよ、コンビニかどっか。行ける？マジか。なんかパトランプが見えるぞ。
反対車線か。ボイちゃんがややタイプ。なんだろうね、一瞬降ったよね、雨。多分この辺のがあれかな、風で待ってくるのかな。あ、降ってきた。ちょっと雨の匂いしてたもん。あ、降ってる。この先も降る。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。